からね、今日から。わかりました。特に触れなくてもいいけど。それ言わなくても本当にやるよ、僕。いいの、あの子笑ってるから大丈夫なの。ハートバトンリレー担当はロカです。毎週素敵なゲストさんからのバトンリレー、あなたが素敵と思う人々へバトンをつなぐコーナーです。毎回どこへバトンが届くのかわからないから面白い。さあ今日のゲストさんは太蔵さんからのバトンを受け取っていただきました。太蔵さんいるんですけどね、今あの今日のゲストは竹松裕二さんです。どうも竹松と申します。ちょっとテンション上げてくださってますね。テンション上がりますか。あのイラストレーターをねされてらっしゃるんですよね。そうです、うんうん、もう一応職業イラストレーターという感じ で、はい、で今日はあのわざわざ洋服にあの自分があのご自身が描かれたこの絵をプリントした T シャツを着てきてくださって、あの基本的には4コマを描かれるんですよね。そうです、あのボブのライフっていうことでボブの、はい、まあ、日常を描いたような、うんうん、漫画を描いています、はい、で、はい、ちょっと本も作ったりして。そうなんですよね。だあの作品作りもされていて、はい、ちなみに今日のこの T シャツはあの、まあ、Ustream だとか、まあ、あの今 YouTube で見てくださってる方は分かるかもしれませんが、梅雨が明けたと、はい、でだからまあね、夏になったらほらセクシーな女性が増えるからっていうそのシーンがあって扇風機浴びながらああ妄想が止まらないっていうのは結局妄想だったっていう話なんですけど割とまあ、僕と同じで、あの妄想好きみたいな。これボブっていうのはじゃそもそもそのなんでこれ始めたんですか、きっかけは。まあ、本当にきっかけを言うと、はい、あの真面目な話をすると、はい、あの僕の日記みたいな感じで、はい、あの、はい、最初書いて、はい、最初の何回かを書いてきました、はい、あの買い物に行って、はい、あの思ったよりもいっぱい買ってしまったみたいな。あのぐらいのあれなかったし、あこれケチャップ切れてたしみたいな、いっぱいもう入れちゃったみたいなっていうような内容とかを書いていたんですけど、だんだん書いてるうちにちょっと恥ずかしくなってくる時あるんです。だから赤裸々ってほど大したことな書いてないんですけど、はい、あのなんかちょっと恥ずかしくなって、なんか全部なんか見られてる感がすごい感じたりもして、そうですね、若干黒歴史的になってきますもんね。だからなんかちょっと自分じゃない人にしようと思って、はいはい、であの名前をボブという名前をつけて、はい、あのまあ勝手にやってるように見せているみたいな。そのボブってなんで名付けたんです？あ、ボブは、はい、あのまあ自分まあボブヘア的な感じのところから、はい、まあボブでボブっていう名前って割と誰の心の中にもボブっているんじゃないかっていうところで、はい、ボブトムマイクは必ずいますよね。そんなところボブといえばちょっとなんかみんな覚えてもらえるし、もうまあちょっと日常的なではありますもんね。へえ、イラストをこう始めたきっかけとかあるんですか？イラストを始めたのはまあ、はい、割となんかイラスト自体 あんまり勉強してきた絵とか勉強してきたタイプではないんですけど、はい、なんかちょっとなんかあの職業を転々としている中で、はいはい、あのなんか絵をイラストっていうものを見た時に、はい、いろいろコンペとかよくあるんですよ、はいはいはい、そういうの見て、はい、なんかあんまり上手じゃなかったんですけど、なんか上手じゃない絵が割とそういうコンペとかでこう、うん、賞をもらって。なるほど、味があるイラストですね。これでなんかこれなら描けるんじゃないかという変なちょっとなんていうの、ちょっと勘違いして、とんでもない、素晴らしい立派な作品を残されてますから、まあ、ちょっとこんな世界に入り込んだ。なるほど、そうだったんですね、はい、であれなんですよね、そのイラストレーターももちろんなんですけど、実はその、まあ、前回バトンを渡してくださった太蔵さんと元同じバンドメンバーだったということで、このね、あのレインボータウン FM はあのサテライトスタジオになってまして、外にあのお客さんがいらっしゃるんですけど、あのすごい煽ってきてらっしゃる前回のね、太蔵さん結構存在感でかい。もともとねバンドを組んでらっしゃったんですよ、ね、去年10月に解散しました、はいはい、あのコンドモーターっていうバンドをやってまして、うんうんうん、はいはい、そのパートは何をやられたんですか？ギターやってて、はいはいはい、で、まあ、解散したんで、あ、はい、
次やるのやるときは今度一人で、うん、だから今年は一人で、はい、あのなんかしようかなと思って、はいはい、いろいろ計画をしたり。じゃあもう動いてるんですか。もしてたんですが、それ前にこう、はい、ちょっとドラムと一緒にこうちょっと発表する機会があって、でギターとドラムと、まあ、歌を歌って、はいはい、ちょっとやったらなんか、はい、これもうちょっとやりてえなみたいな感じで始めたので、おーおーおー、なんか、はい、もうちょっとやろうかなっていうところで、はい、まあ次のライブとかも決めたりして、はいはい、じゃドラムとギターボーカルっていう編成ですか。そうです。ベースはなくて。ベースなくて。へえ、はい、斬新。それなんかこだわりがあるんですか。この今 BGM で流れてる曲とかっていうのは、このアーティストは結構リスペクトされてるんですか。そうです。ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンっていうベースレスのバンドで、はい、ギター2つと、まあ、ギターボーカル、はい、ドラムっていう3人の編成で、はいはい、結構これで結構十分かっこよと出てるので、かっこいいですね、ブルージーで。で、まあ2人でもできるんじゃないかっていう。なるほど。で、かっこいいのやっちゃうっていう、はいはい、あ、じゃあこの音楽性を目指してるってことなんですね。そうです。まあこれ以上のものです。あー、いいですね。じゃあせっかくなんでこれ1曲じゃあこの、何でしたっけアーティスト名、はい、ヘイ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 さんでしたっけ、ちょっと振ってあげようね。実はいらっしゃるんです、今日ヘイさんが。いるんです。じゃあせっかくなんで竹松さん、この曲紹介していただいていいですか。はい、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンで、フルグラウン聴いてください。いやー、かっこいいですね。いいでしょ。ベースレスもかっこいいですね。結構ね、もうなんかこう、はい、ぐんぐんくる感じとか、はい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 、シャウトというかし、そうですね、もうボーカルもね、かっこいいし、はい、この埋めすぎないっていうのはかっこいいですね、音を。なんかね、そう、はい、ガッガッとかね、隙間とかのドラムにガガッとか、はい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 、あともう、なんかリフとかね、はい、とかかっこいいです。これ以上のものを仕上げる。おー、すごいな。その告知は何かございます？で、告知はじゃあ、はい、その、まあ、ドラムと、はい、ギター、まあ、グループ名が、はい、星松さんっていう、星松さんバンド名というか、ユニット名で、はいはいはい、新宿御苑 の、 パペラというところで、10月22日に、10月22日やります、はい、その後、11月は、もしかしたらソロでやるかもしれない、はい、またちょっと、まあ、それ、ね、公式ツイッターとかですか、ホームページとブログで、はい、随時発表します。はい、いいですね。でもこのあれなんですよ、もうなんかちょっと音楽の方で話がシフトチェンジしてますけど、はい、竹松さんはね、この作品もそのボブだけじゃなくて、これは仕事、はい、ちゃんと仕事で、すごいですよこれ、ほら割と本の仕事が多くて、はい、この真面目なその文章にこの挿入するイラストですよね。はい、その仕事もされてるんですよね。ね、はい、あれご自身が持ってきた。あ、そうそうそう、はてなってされちゃったしました。その竹松さんは次回バトンを渡していただく相手は、あ、次回は、はい、で僕もちょっと手品なんかもしてて、今日ここで本当は披露できればよかったんですけど、はい、ダメダメな弟子で何もできないので、師匠のもう手品の師匠でもある星野師匠こと、はい、星野孝之さん、星野孝之さん、はい、デザイナーなんですけど、はい、にバトンを渡したいなと。楽しみに。じゃあ手品やっていただけるかもしれないですね。まあ、じゃあ僕はその声で実況するっていうのをじゃあ練習してくれます。誰か師匠につかないです、それ。ありがとうございます。じゃあもうあっという間なんですけど、じゃあ最後に竹松さんのこれからの目標みたいなのを聞かせていただければ。そうですね、目標、細かいことを言えばいろいろあるんですけど、はい、なんか細かいことをここで言ってもどうかなっていうところで、うん、あと一つ考えているのは、はい、まだまだ僕まだ結構長い間生きてるくせに、はい、なんか全然ダメダメなんですよ、いろいろ。いや、長いです。だから、でもだからね、もうちょっとこう
しっかりしなきゃいけないなと思ってて、はい、そういう意味で、はい、ちょっと一人旅に出ようかなっていうところを考えてたり、もしかしたら一人旅ではなく、自分探しの旅ぐらいで終わるかもしれないですけど、ちょっとそういう、ちょっともうちょっとしっかりした人間になろうかなっていうのがこれからの目標かな。そうするとじゃあ、ボブの歩む道も変わってくるわけですね。で、ボブにそれは影響して、うん、反映されてって、あ、楽しみですね、それ今ボブは割とダメな感じなんで、はい、もうちょっとボブをしっかりしてくれる。なるほど、楽しみ。それは面白いですね。ありがとうございます。今日のゲストは竹松雄二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。しっかり旅に出るんですごいね。面白い。クリステル情報局です、はい、お知らせがいっぱいあるんです。はい、一番は、クリステル6月1日にライブをやります。お寺でやります。7周年おめでとう。2017年7番組おめでとう。そしてプラスおまけ好き10周年おめでとう。握ろうと思ったら、うん、ダメだったね。はい、お水しかダメだった。今回会場がね、はい、そうだよね、お寺さんになります。難しくもらえるんだもんね。はい、今日見てきたんでしょ。下見させていただいてます。素晴らしい会場でした。あ、私、まあね、よくお話しするけど、お寺がああいう風に開かれた場所だっていうことをまず全然知らなかったし、素晴らしいですよ、会場も。寺ちゃんの踊りがね、でね、こうだからみんないろんなことでつながっていくと、あ、こんなことしたいって言うと、あるよとかね。ねえ、ピンちゃんがほら、よそのライブ行ったら、知らない人がみんな知ってたってことじゃない。ピンちゃんって、すごく嬉しいよね。嬉しいもん、本当に。それよ、それって。ね、もう、開口一番行っちゃいましたよ、今日も。本当。ちょうど1日に、6日に、19時からね、寺場、高輪、そうです、駅としては都営浅草線の千岳寺駅という駅から徒歩1分、もう駅出て、駅坂じゃんみたいな、ほとんどもう駅至近です、本当に、すごく分かりやすいので、千岳寺と間違えやすいんですけどね、お寺の名前でもあるので、都営浅草線の千岳寺駅の道王寺という。道に往復の音が出て、道王寺さん。いいですね。はい、ちょっと追い返してるんでね。そうです。10周年で。そうですね。やっちゃって。たまにいいこと言うて。今思いついた。Go to the River と、はい、なんか名前選択と、はい、ロカビリーの方たちなんですけど、クリスタルのために、結成した。そう、ニューバンドですよね。クリスタルキャッツという。楽しみですね。ちょっと私たちもクリスタル過去にハワイアンクラブというのがありましたね。第2弾、ロカビリーナイトということで。らしいですね。怖い。発表するの、衣装だけは揃いました。何にも聞いてない。もうただそれをやるよ。はい、書いてる、ね、衣装着たらご機嫌。着てみました。かわいいね、あれね。かわいい、うん、意外とシーン。で、クリスタルのライブはただお祝いで楽しいぞって言ってるだけじゃなくて、うん、クリスタル の, ライブにしろ、ワークショップにしろ、はい、週末サロンにしろ、グッズ販売にしろ、うん、全部のことが、皆さんが、ね、関わってくださったり何かを買ってくれたり、うん、チケットを買ってライブに来てくれたりで、メンバーとして参加するためにお金を支払ったりっていうのも全部、一部は、ネイモードク保護犬のためにお金を、分け分けしてね、必要なものを購入していって、なんかちょっと体にいいものだったり、うん、脳神経にいいものだったり、健やかにね、筋肉にいいものだったりとか、保護犬たちが、保護犬たちってどこかでやっぱりちょっとしんどい思いをしているじゃない、必ずね、そうですね、いろんなタイプがいるけども、
その分大急ぎでっていうか、後でね、生きてる中のご飯がすっげえ幸せだったぜってなれば、一生涯がバランス取れるかなってこともあるから、痛いとかしんどいところは何かできることがあれば、というので、将来的に日中だと私は、そんなバスを1台購入してですね、中にそういうみんなが使えるようなものをいっぱい入れて、はい、今日はどこ、今度はあそこっていうのに行けるようなものを作っていきたいねって。で、すっごいなんかね、すっごいスポンサーさんがついたりね、すっごい投資家さんがね、いてくれたりして、このビル使っていいよって言ったら、私たち、なんちゃんのためにね。はい、上から下まで。ね、もうね、妄想は膨らんでくるって。すぐできるから。言っていたらね、言わなければわからないけど、言っていれば、そうですね。だって本当に使わずして、ただ置いてあるだけのものだってあるじゃない。うん、ね、それがその人にとっても何か誰かのためにするきっかけになったら、それってその人も嬉しいし、私たちも嬉しいし、その先の人も嬉しいし、ワンコも嬉しいしって、嬉しいだけになっちゃうよ。みんな嬉しいんだよ ね。だからそれはそれをつなぐのが多分クリスタルのお役目だと思うので、ね、ライブもだからまだまだ、チケットございますので、はい、ご都合合わせて、日中のでもいいですし、クリスタル連合クラブの Facebook からね、お申し込みもイベントからできますので、ぜひそちらから、でこの日に都合をつけて、はい、その日来てくださった方々には、プレゼントがあります。あら、内緒のシーンですね。内緒ですよ。あ、楽しみですね。これない人にはあげません。ぜひワンショークリアするので皆様、間に合う間に滑り込めば、あげます。なるほどね。本当全部見てほしいけどね。遅刻都合がいろいろあるだから、あるだろうから。あ、前でも許す。うん、始まる前に、腹立たして、あとちょっと来れないですけどっていうのは許す。遅刻かもしれない。手だけ残してくれって。そういうのもあるよ、クリスタルでは。だっていろいろみんな都合があるからね。はい。ので、どうぞどうぞ。楽しみですね。はい、また Facebook とか、ね、いろんなところから、はい、お知らせすると思うので、お会いしましょう、みんなで。よろしくお願いします。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。今夜は素敵なゲストさんからの音楽と言葉のギフト、誰かの心が元気になりますように、週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。デリシャスなラジオ月9はクリスタル、次の番組はハッピートゥナイト、ミキナさんと香織さんがお届けいたします。チームクリスタルではコンシェルジュ、アシスタントを募集しています。あなたの参加をお待ちしています。クリスタルのホームページはカタカナでクリスタルレインボークラブ .com へアクセスしてください。チームクリスタルの番組情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのもクリスタルスタイル、アイマニクシャリが2回までお願いします、はい、いただきましたそういう季節ですよね。頑張って、変化してたけどね、拍手もあるよね。ありがとうございます。さあ、2017年クリスタルのキーワードはクレイジーになる。ハートを熱く、思いを深く、あなたの素敵全開で参りましょう。心のままにあなたの素敵が輝く一年でありますように。では参りましょう。合言葉はお互い様にありがとう。本家クリスタル、また来週、あなたのクリスタルが今夜輝きますように。ああ、お疲れ様です。